うだそれよ、うだそれよ。参拝しからんくぷるなまかんなしごれあじゃたぴいつじがかるなまさかんあくじゃりんがあしるぶかんあしるまかなんインドネシアぬがむぎつはりにあくぷるぎりインドネシアンとこインドネシアンレストラン、あ、やむだら、レッツゴー。マスク種類も結構多い。卵もあるし、ブロッコリーあって、カリフラワーがあって、なんかこれよく日本でもあるせんべいみたいな、せんべい美味しいやつで、人参、もやし、きゅうりで、下に多分いっぱい、なんかよくわかんないけど多分サラダが入ってる。すごいヘルシー。マリキタマカーン、フルタマタママカーン、ガドガド、ピーナッツ、ピーナッツの味がする。ドレッシングがピーナッツ。ラサニア、シジキ、怖い。タピー、えなへな。ドルス、ヘルル、ヘルル。え、うまっ。ちょっと日本の冷やし中華、なんかきゅうりとか多分卵が入ってるからだと思うけど、すごい日本の冷やし中華にちょっと似てる。ちょっとわがままを言って店員さんにこのテラスのちょっとバリっぽいねところに移してもらいました。超優しい。全然いいですよってすぐになんかオッケーしてくれた。プリクトニャマカーン、ナシゴレン、バラリサンカーナシゴレン。スプーンのサイズが全部こんな感じ。これインドネシア風のスプーンなのかな。サマサマカーン、イン、アシル、ナシゴレン。エナス、本当に美味しい。うちが作ったのと全然違う。うちが作ったのは何だったんだろう。ほんまに美味しい。結構シーフードの味が効いてるかな。エビの香りが結構する。目玉焼きを潰す。カシオマフヤ、バイニーバスピーナーク。サラ、ミラクラルブリクトニャーサテーマチャムマチャムアヤムアヤムサテーダンつくねつくねサテつくねサテたまたまつくねサテ
屋さんには着くね。ジャパン、ボカン、なんか独特な味がする。でも美味しい美味しい。じゃあこれが一番オーソドックスかな。オーソドックスなアヤムサテ、上にちょっと何やろ、ピーナッツソースみたいなソースがかかってますね。いただきます。たまたまかん。スンガダラサピーナッツ、なんかこっちの方が個性的な味かも。さっきのも結構個性的だったけど、こっちの方が日本にはない味ですね。説明が難しい。なんか違う、こっちと違う。全然甘辛いソースっていうのはなんか結構インドネシアの人から甘辛いソースだよって聞いてたけど、なんか思ってたのと違うかも。自分が想像してた甘辛いソースとちょっと違う。レクタニャン、バクソー、わ、バクソーこれじゃないよ。スプーン、スプーンで食べる。これいいか、これでいっちゃえ。お玉っぽいけど、人参がすりきたから。あ、でも、あ、辛いちょっと待って、辛い。え、あ、辛いわ。これ辛い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 。そしてこの肉団子、肉団子っぽい、なんだろうこれ、あやむかな。いただきます。さまたまかん。なんかいなんかいな、クニラサニャルーアス、え、なんかいなんかいなんかマグーッ、パクミサムンジャリ。春雨も入ってるやな。合うね、合う合う。野菜がなんだろう、なんか食べたことあるんだよな。日本にもあるかも。これは普通のインドネシアのお店でも入ってんのかな、この野菜は。なんかうちこれ食べたことある。あとなんか店員さんがこの黒いソースをちょっと入れたら美味しくなるみたいな、味が変わるって言ってたんで、これをちょっと入れます。なんやろこれ、ちょこれだけで食べてみて。あ、ん、なんか醤油を甘辛く煮たみたいな、みたらしのタレみたいな味がする。いただきます。あんまり変わらない。もっと入れてみる。がっつりもこのぐらい入れないと変わらないかも。あー、もう色が変わった。変わらない、一緒です。 OK、 トラックヒールメインブンダン。これは世界で一番美味しいって言われてる食べ物なんで、一番期待してます。たまたまんかん。匂いは何やろな、分かれへん。いただきます。ダギンブナンクプラルワング、思ってたよりも味がある。なんかレシピを見た感じあんまり味がないかなって思ったけど、結構味がしっかりしてますね。カレーっぽいってよく言う、なんか言われてるけど、あんまりカレーっぽくはないかな。美味しい。ビンダンとめっちゃ合う。なんかどっちもメイドインインドネシアだから相性がバッチリ。ご飯と一緒に食べたら美味しいみたい。あ、でもご飯と一緒に食べたらちょっとカレーっぽいかも。味がしっかりしてるからご飯のおかずになる。はい、ぬがむぎとやー、美味しかったです。全部ほんまに美味しかった。初めて本当のインドネシア人が作ったインドネシア料理を食べたけど、全部ほんまになんか日本には結構ない味で、すごく美味しかったです。でもここバリの、料理屋さんなんで、次はインドネシアの、ジャワ島の方の料理も食べてみたいなって思いました。ここの店員さんもほんまにみんなインドネシア人の人やけど、めっちゃ優しくて、すごい親切でした。バッテリーとかもなくなった時もコンセント、全然お金とかいらないんで全然使ってくださいって言って貸してくれたし、このテラス席も用意してくれたし、本当に
優しい人が多くて結構感動しました。ということで最後はお世話になった店員さんに挨拶をして帰りたいと思います。シャンシャンメノンベルヤンシャンシャンメノンベルヤ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 ン。Subscribe dan like YouTube-nya ya. Terima kasih.